10月11日のところ、40節の20番です。厳然にやってくるものを見る当人自身を忘れて神を見る者は、心で作ったビジョン、映像、別な影の像と書いても映像を見ているのである。個人的自我、エゴの源泉である真実在セルフを見る、覚知するものだけが真に神を見たものである。なぜなら、個人的自我、エゴという基盤、仕切りが消滅した後、それ自体で輝く真実在セルフは、それこそが神と呼ばれるものに他ならないからである。厳然にやってくるものを見る当人自身というのは、皆さん一人一人、私たち一人一人が対象を知覚するときに、その対象のことだけに気を取られて、それを知覚している自分自身を忘れて、ということは自分自身が誰か分からずにという意味ですね。心で作ったビジョン、例えば神様とか仏様とかですね、を見て神を見たと勘違いしているわけですね。例えば実際に阿弥陀如来の図像を見ていて、それを仏様だと思う、そういうことを繰り返していて、ある時夢あるいは日中の白昼夢みたいに仏様のビジョンが現れると、私は仏様を見たとか、また神様を見たとかいう人たちがいるものですが、それを見たあなたは誰ですかと聞かれるなら、私は私がわかりませんと、こういうことになるわけですね。エゴの源泉、エゴは思えばあるし思わなければない、仕切れば仕切りがあるし仕切らなければ仕切りがないというような観念ですが、それもどこかから、あるいは何かから出てくるわけですね。あらゆるものの出処、それをセルフと言います。すべての源泉である真実在セルフを覚知するものだけが、真に神を見たものである。なぜなら、セルフが神だからということですね。あるいは神はセルフのことである。と定義すればよろしいわけです。なぜなら、個人的自我、エゴという基盤、仕切りが消滅した後、仕切っていたものは仕切りを外せば仕切りがないんですね。これは私の体です。これは私の見解です。などというふうに、私のと個人的に仕切ってしまいますが、その仕切りがない状態、つまり無思考状態、そしてまた無我、エゴがない状態、それだけが真実在セルフですので、神という言葉を使うならば、仕切りのない無我、無思考なるセルフ、それを神と呼ぶのが最も正しいので、真実在アイアム、私はある、それだけが神であるとマハルシは言うわけですね。ラマナ・マハルシの最良の弟子で、最良の弟子の一人であったプーンジャジーも、この究極のグル、ラマナ・マハルシに出会うまでは献身体験を楽しんでいました。プーンジャジーにとっての神はクリシュナでしたが、クリシュナ神が心で作ったビジョンに過ぎないことを指摘されて、やっと
まあ、究極の覚醒を果たしたのでしたということですね。プンジャジーは、まあ、大変優れた用人でしたが、究極の下脱はラマナ・マハルシと今見えて初めて果たすことができたのですね。究極唯一の真実在セルフの他に、キリスト教などでいう神様、あるいは仏教でいう仏様がいるのですね、というような夢物語好きの盲信徒たちのおかげで、いろいろな宗教団体は今も数量的繁栄を享受するという地獄を生きています。これが宗教世界の実態でしょう。